い、どうも、エナジープラです。今回ですね、コスパがいい PE ラインはどれなのかお話ししていきたいなと思います。まあ、結論から言うと、このね、YGK 四つ編みの G ソール、これがコスパ最強の PE ラインとなります。その理由や、他のね、安い PE ラインとの比較などをやっていきます。はい、まず安い PE ラインって、まあ、100メートル1500円ぐらいのがあると思うんですけど、まあ、そういうのを数回釣り使って、で、こまめに巻き替えるって方もいらっしゃいます。まあ、それをやることによって、常にね、新しい状態、綺麗な状態で使うことができるんで、まあ、遠投して使ってる時に、途中でね、気づかない傷とかあったとしても、交換することで、その傷によるラインブレーキを未然に防げるようになります。で、この方法されてる方は、結構ね、ベテランの方、よく釣りされてる方に多くて、その理由を考えてみたんですけど、それはね、PE ラインでこう、ずっと使ってると、表面が毛羽立ってきて、まあ、そろそろ交換かなみたいな感じになってくると思うんですけど、そういうベテランの方やったら絶妙な交換タイミングを分かるんで、まあ、ちょっと慣れが必要なところかなと思ったんで厳しいなと思いました。僕の場合ですけど、 P ラインって巻き替えなくていいっていうのが結構メリットの一つだと思うんですよね。それが、まあ、数回に一回交換してたら、まあ、フロロラインでいいんじゃないのって思っちゃうんですよね。まあ、フロロラインも数回で交換するラインなんで、ってことであんまり 100m1500 円ぐらいのラインをこまめに交換するのは、まあ、コスパ上がっちゃうんでそんなにおすすめじゃないっていうことになります。次は超激安 PE ライン、まあ、300メートルで1500円ぐらいの超激安ライン、これちょっと違うんですけど、こんな感じでボビン売りされてるやつです。まず PE ラインって太さ直径っていうものがないんですね。編み込んであるんでこう直径が測れない。なので1号の PE ラインはこの太さっていうそういう基準がないんで、もう強さが基準みたいなもんなんですよね。で強さ基準になるんで、こういうボビン売りのラインは同じ太さやったとしてもだいぶ太くなります。その理由は PE ラインって細くすればするほど値段が上がるんですよね。逆にある程度太かったらその製造コストがかかんないんで安く作れるっていうことで、ある程度な太さで安く作って激安っていう感じですね。なので激安 PE ラインは太くてゴワゴワしててキャストしづらくて扱いづらいかなっていう感じがします。激安を売りにしてるんで品質のチェックとかもあんまされてないと思うんですよね。もう大量にガーって作って安くしちゃえみたいな感じなんで、なので商品の実際のレビューとか見てみると、ラインの途中でコブができてた、まあ結び目みたいなのができてたみたいなとか、ピーにつけてある色が落ちて服が汚れたとか結構あるんですよね。まあ色落ちするってコーティングが剥がれてるようなもんやと思うんで、まあなかなか使い勝手が悪いかなという感じでした。はい、まとめると、安い P ラインは初めて使う人にはおすすめしません。安めの P ライン 100m 1500円ぐらいのやつは、まあ、交換のコツとかが言ってくるんで、まあ、それは慣れてからでいいんじゃないかなと思います。ボビンで売られてる 300m 1500円ぐらいの激安 P ラインは、まあ、正直安かろう悪かろうみたいな感じなんで、バス釣りにはおすすめしないなっていう感じです。じゃあどんなん選べばいいのってなりますね。それはこちら YGK 四つ編みの G ソール、これになってきます。なんでそんなに四つ編みの G ソールをおすすめするのかっていう理由は、まずね、まあ Amazon なんかの口コミ評判がかなり高いんですよね。まあ実際どんな評判がついてるのか気になる方は、番組詳細欄に Amazon の G ソールのページ貼ってるんで、まあそこから見てみてください。でまあその口コミと実際のね、僕が使ってみての感想をまとめていくと、まずね、品質がかなりいいんですよね。まあこのパッケージ裏を見てもそんなわかんないんですけど、まずコーティング、P ラインの編み込み、その辺がね、かなり最強と言えるんじゃないかなと思います。もっと高品質な高いラインはあるんですけど、まあだいたい150メートルで2000円ぐらい、この価格帯にしたらかなり品質がいい方なんじゃないかなと思います。でちょっと分かりづらいんですけど、このね表面にコーティングがされてて、このコーティングが結構長持ちなんですよね。コーティングが効いてると耐摩擦性能とか、まあ、劣化しづらかったりそういうことがあるんで、まあ、このコーティングの丈夫さは長く使うには大切なポイントかなと思います。で長く使えるってことは、まあ、150メートル2000円ぐらいでこれ販売されてるんですけど、まあ、半年から1年ぐらいバッスリでは使えると思うんですよね。で考えると100メートル1000円のラインを、まあ、定期的に巻き替えるよりコスパが良くなるっていうことになるんですよね。もう実際僕も、まあ、半年ぐらい使ってきたら毛羽立ってくるんで、まあ、そのあたりで交換しようかなーってなってくるんですけど、まあ、これ150メートル巻いてあって、まあ、バス釣りでスピニングめっちゃキャストしたとしても60ぐらいじゃないですか。ってことは、先の方、ちょっと弱ってきたな、劣化してきたなって思ったら、まあ、1メートルずつぐらい、まあ、毎兆候で切っていく。まあ、そういう使い方で、新しいとこを常に出すっていう使い方でもいいですし、このね、四つ編み200メートルも販売されてるんですよね。なので、200メートルを買って、まあ、半分の100メートルずつ使うっていう手もありですね。はい、そういうことでまとめるとですね、まあ、G ソールっていうのは、まあ、評判と品質が良く、かなり長いこと使えるラインなんで、まあ、トータル的に見たコスパが安くなるよっていうことでした。はい、スピニングメインで使われる方は特にこの差を実感できるんじゃないかなと思います。
で、次にですね、P ラインってこう使ってる間にコーティングが徐々に剥げていくんですけど、その剥がれるのを抑えてあげることによってさらに長持ちするんで、その製品の紹介していきたいと思います。バリバスの P ニッシュ、これですね。これ常温フッ素コーティングって言われてるもので、まあ簡単に言えば P ラインにコーティングしてくれるって感じですね。で、綺麗な状態だったらさらにコーティングして、元々のコーティングが剥がれないようにしてくれたり、劣化してコーティングが剥がれてきたラインには、この P の種でコーティングしてあげて、まあ飛距離の低下とか、まあそういうのを防ぐって感じですね。で、この1本、まあ大体1000円ぐらいなんですけど、これでね、かなり、まあバッスリやったら持つと思うんで、まあそういう意味でもコスパはいい方かな。で、これ塗ることによって滑りがかなり良くなるんですよね。なので飛距離アップ。測れます。僕もこの G ソール使うときに P に臭を、まあ、毎兆個ぐらい塗って出かけるんですけど、まあ、1日ぐらいは全然コーティングが持続してくれるんで、まあ、毎回塗る必要はあるんですけど、それによって、まあ、半年から1年使えるようになってるんで、おすすめです。で、使い方なんですけど、まずこうやってスプール用意します。これはね、釣りで使った後乾いてる状態がいいです。濡れてるとね、こう、うまいことコーティングが浸透しないんで、乾いてる状態で使ってください。ここに P に臭を、こんな感じで、今こっちの面やったんで反対側を、はい、こんな感じで完了です。あとはね、乾くの待って釣りに行くって感じなんで、まあ、釣りの前日ぐらいにやっておくのがいいんじゃないかなと思います。これ表面しか濡れてないんじゃないのと思うんですけど、まあ、結構液体で浸透してくれるんで染み込んでいってるんですよね。これで内側のラインにもしっかりコーティングが可能です。はい、今回コスパのいい P ラインのお話でした。おすすめのこの G ソール、そして P ニッシュを一緒に使うことによって長く使えて、さらにコスパが良くなってくるんで、ぜひぜひ使ってみてください。ということで今回の動画は以上です。よかったらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。